皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。創作力チャンネル、動画のご視聴ありがとうございます。今日は久しぶりに食べ物ネタなんですが、はい、こちらです。はい、 P4 焼きそばじゃないよ、激辛春雨エンドということで、去年の夏にですね、ペヤング焼きそば、激辛マックスエンドっていうのがありましたけれども、それの、麺が焼きそばじゃなくて、春雨になってるバージョンらしいんですが、こちらですね、6月の10日からローソンでまず先行発売されてまして、7月1日から一般発売されるようなんですけれども、早速まあね、ローソンに駆け込んで買ってきたわけですけれど、まあとりあえずこの春雨、激辛春雨エンド、まあその激辛マックスエンドよりもやばいとされるこちらをですね、食べていきたいと思います。まあわざわざこのペヤングじゃなくて P4 にした意味っていうのがですね、一体どこにあるのかっていう感じはしますけれども、パッケージが微妙に違うっていうだけで、中身は、はい、中身はまあ、当然、これが春雨になってますよね。で、まあ、火薬と、ソースは、P4 じゃなくて、明らかにペヤングって書いてあるんですけどね。この、ソースの方もですね、まあ激辛マックスエンドと同じ激辛エンドソースなんですけれどもね、これもね、はい、あくまでまあ麺が春雨になったんだよということなんだろうと思うんですけど、じゃあ早速、お湯注いでいきましょうか。ではですね、お湯注ぎます。まあ、お湯使う量は、まあ、麺と同じ、まあ、480ml ですね。はい。はい、と。まあ、一応、やばいと噂ですから、まあその時の救済のために一応牛乳も買ってあります。水を、うっかり飲んじゃうとね、かえって口をやっちゃう可能性があるので、まあ辛みを少しでも和らげてもらうように一応牛乳を用意してあります。まあ今回撮影で食べる用と、パッケージ撮影用と、それからまあ後で自分がゆっくり食べるようにこう3つ買ってきたわけですけど、まあ、まさか一人で三つとも食うとは思ってなかったんでしょうね、店員さんもね。箸をちゃんと3膳つけてくれたんですけど、まあ一人で食いますけど、はい。さあ、湯にしてきましたので、開けましょう。よっ、ほっほっ。まあ、麺よりちょっと細いんでね、湯切りするときに、この、耳口に詰まりやすいんですけど、はい、ソース入ります。多分ソースはこれ同じ、おっと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 、ものだと思いますけど、おー、この赤黒い感じがすごいですよね。やっぱりすでに刺激臭が来てます。これ鼻の粘膜をもう刺激してます。さあ混ぜましょう。おお、あー、もうまあ1年ぶりといいますか、久しぶりのこの刺激臭ですね。まあでもかけた瞬間は赤黒く見えますけど、こう混ぜちゃうと、まあ、普通の春雨料理っぽい感じですけどね。はい、まあ去年の激辛マックスエンドは最初はまあ平気かなと思ったんですけど、やっぱりソースがこう下に
沈んじゃってたんで、その下の方に入ってきてこう食べるとね、すごい辛さが伝わってきましたけど、やっぱ激辛マックスエンドはうま辛い感じだったんですよね。そんなにとんでもない辛さではなかった感じがするんですけど、さあ果たしてこいつはどうでしょうか。それでは実食参ります。さあさあ、これは最初からビリビリきますね。おおほおおおほほほ、あーあああ、おこれは、激辛マックス エンドはやっぱりあのソースが絡まずにこう沈んでる感じって、まあさっきも言いましたけどそれがあったんですけど、この春雨になってこうソースがちゃんと絡んでこう均一に絡んでるので、もう最初から、うん、非常に辛いですよこれは、ね、このキャベツの甘みが、うん、非常に優しい感じがしますけど、それでもキャベツもやっぱり辛いっちゃ辛い、うん、おあおあ、でもうまいんですよね、うん、辛いんですけどうまいんです。でもただ刺激はちょっとやっぱり焼きそばの時よりも強いです。ちょっとこれはきつい。これはやっぱり、あ、まあこうやっぱり発汗がパーッとこう来るんですけど、あ、鼻水も出ちゃいますねもうね。完食ありがとうございます。あーか、うん、はい、というわけで、P4 焼きそばじゃないよ激辛春雨エンドなんですけれども、あ、まだ口の中が辛いんですけど、まあとにかくまあその春雨なんでね、麺よりもソースがよくこう絡む感じなんですかね。なのでもう最初から最後までクライマックスといった感じで、非常に辛さが、あ、すごい伝わってきます。はい、まあこれをですね単体で必死でまあ食べる必要っていうのは全くないと思うんですけど、まあ春雨なんでご飯のおかずみたいにして食べれると、まあ、そんなに辛さ感じないかもしれないんですけど、まあ辛さの伝わり方がまあ激辛マックスエンド以上にこうきついというかすごいんで、まあそういったこうね食べ方をして、和らげるのもいいんじゃないかなと思いますね。はい、というわけで最後までどうもご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタンもチャンネル登録もお待ちしております。
関連動画再生リストからよろしければ他の動画を見ていってください。それではまた別の動画でお会いしましょう。